子供の本について、宮本百合子子どもの本を買いに行っていつも当惑する一つのことがあるそれはどの本も一つのページへあんまりどっさりの内容を詰め込もうとして絵でも実にこせついていて子供らしい感覚の伸びやかさが無視されていることであるうちの小さい甥いは福ちゃんに絶大の親愛を傾けている。 けれども福ちゃんの絵本はどうにも買ってやろうという気がしない、1ページをいくつにも区切って、新聞の絵の一コマの狭さのものがそのままただびっしり詰められてあるきりで、ゆったりと心持ちよい線で描き出された福ちゃんを子供らに見せてやろうという愛の配慮やユーモアはないのである。 児童のための了承ということが各方面の関心を引いている折から私は切にこの点を一般の注意にのぼせたく思っている子供の想像力が湧き動くだけのゆとりは子供の本のページになくてはならないものだと思う隅から隅まで語り尽くされているコセコセしたページを明け暮れ眺めて子供の心は受動性ばかり強められてゆくだろう 小学校一年生の算数の本にも、この紙面にスペースの足りない恨みは感じられるのである。両書は内容の特性に加えて、子供の心理の抑揚の発達さが尊重されていなければならないと思う。